在米日本人社会主義者団は、1918年8月、片山線を中心に、在米日本人の若手社会主義者たちが結成した団体である。片山線在米日本人社会主義者団結成の中心となった、アメリカにあって、コミンテルンと日本国内の社会主義者との中継機関としての役割を果たし、日本共産党の結成に大きく貢献したことから、今日では、 日本共産党の源流の一つとみなされている。高徳事件後、アメリカに亡命して、社会主義者としての活動を続けていた、片山線は、1916年、ないし1917年頃から、日本政府に対する、大々的な自由運動のため、日本人社会主義者の、組織化を進めていた。翌1918年8月頃、片山は、ロシア10月革命。 米騒動など前年からの世界情勢の変化に対応し、ニューヨークの自宅に集まる青年たちによるマルクス主義理論の研究会を組織した。結成には、片山のほか田口雲造、野中茂之、真庭末吉、渡辺春夫、近藤英造、川本博らが参加、後に石垣栄太郎、井の又綱を、鈴木も三郎らを加え会員は十数名に及んだ。 世界の周辺で関与した人物としては、高橋亀吉、前田川博一郎のほか、ブルジョア層である、石本慶吉男爵や加納九郎子爵らがあったが、一時的な若様ののれんくぐりに終わった。結成翌年の1919 19年5月には、近藤が帰国し、アメリカと連携しつつ、日本国内の社会主義者グループが、コミンテルンに加盟するよう働きかけを行った。 9月のアメリカ共産党結成に際して、片山選は党幹部に選ばれ、井の又鈴木らも参加して、同党、日本人部を構成した。10月6日には、片山、田口、野中による、在米日本人社会主義者団声明書が発表され、さらに同月9日より、ワシントンで開催された第1回、国際労働会議においては、パンフレットを配布して、 日本の労働者代表問題を広くアピールし、同会議の日本労働代表顧問である、同前孫三郎に工作するなど会議への働きかけに貢献した。これら一連の活動により、このグループは初めてその存在が公に知られるようになった。1920年9月、在米社会主義者団は、日本社会主義同盟準備会宛てに、コミンテルンへの加盟を呼びかけ、 翌21年3月に日本共産党暫定執行委員会が東京で結成されると近藤映像も参加した。同年6月のコミンテルンが3回会大会には在米の田口が参加し、ついでワシントン会議に対抗してコミンテルンが極東諸民族大会の開催を決定すると9月に片山をはじめとして田口、野中、真庭、鈴木、 渡辺、二階堂梅吉のメンバーは大会参加のため退去してロシアに渡った。しかしこれにより、在米社会主義者団は主要メンバーを失い活動が停滞することになり、同年11月解散した。大会後、田口らの参加者は1922年春に相次いで日本に帰国し、第一次日本共産党へと合流した。彼らのうちのの中、鈴木、 近藤らは山川人氏、荒畑乾村に代表される共産党のサンディカリズム的傾向を批判し合法大衆運動への積極的参加を主張して無産政党結成を目指す政治研究会の結成に向かった。また近藤は大杉久志らアナキストグループと共産党とのいわゆるアナボル提携を主張し、1922年1月には大杉と 労働運動を創刊した。在米社会主義者団は、片山がオランダ社会民主党員のリュトヘルスとの信仰により、コミンテルンのアムステルダムサブビューローと連絡を持っていたことから、コミンテルンによる西回りルートを通じた、日本の社会主義者への働きかけに際して、重要な役割を果たした。しかし、高徳事件後の冬の時代において、アメリカに亡命していた。 活動家と厳しい弾圧下の日本に残っていた活動家との関係はあまり良好ではなく在米もしくはアメリカ帰りの社会主義者はしばしば国内ハイ抜きの社会主義者からはアメボーの略と呼ばれ揶揄されたこのためその後の党内対立の結果アメボーグループの大半が早い時期に共産党を去ることになったこともあって 彼らによる共産党決闘への貢献も長い間忘れられることになった。ありがとうございます。